チームの連敗止めたトレバーバーは投手中4日で128球完投勝利。毎試合失点するけどさすがやね。ようやっとる。これはサイヤング賞投手。スタミナやばいな。これ適応した後半は無双するんちゃうの。神サイヤング勢やんけ。中読んでこれって異次元やな。こんなんずるじゃん。いきなり被弾しなくなったな。中読んで120球完投とか化け物やろ。中読んマッチッとすぎる。すごいなババ。世界初サイヤング賞沢村賞を取った男になるわ。これはメジャーリーガー。マジで無双してんじゃん。9回は続投は三浦の指示か、それともバウアーが志願したのか。 100% 志願やるな。ヒナモン投手に決まっとる。昨日総動員やし、これはブルペンありがたいわね。投げないで帰るとか言われてたという事実、こんなに働く外人見たことねえよ。来日時に思い描いてたバウアーやは、支配的なピッチングというよりはフル回転で淡々と QS 稼いでいく。みんなプラスワン投票したってや。バリバリのメジャーリーガーが MPP で本気でやっとるのはすごいことよ。戦う顔ってこういうことか。これパワプロならスタミナエースやろ。プラスワンで見たい。バウアーにはその資格がある。横浜優勝なら MVP はバウアーやな。これがサイヤングの実力よ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いいたします。